ヘリウムの同位体は8種類が知られているが 3HE と 4HE の2種類のみが安定である。地球の大気中には 3HE と 4HE は1対100万の割合で存在する。しかしヘリウムはその由来によって同位体組成が大きく異なるという特徴がある。生涯物質の中では 3HE の割合は約100倍も高くなる。 地球上の岩石でも同位体の存在比は10倍も異なる。この事実は地質学で岩石の起源やマントルの蘇生を調べるのに使われている。最も多い同位体である 4HE は地球上でより重い原子のアルファ崩壊によって作られる。アルファ崩壊により放出されるアルファ粒子は帯電した 4HE 原子核である。4HE の核子の数は 魔法数にあたり 4HE の原子核は非常に安定である。これらはまたビッグバン原子核合成によっても大量に生成された。ヘリウムの2つの安定同位体は異なった経路で生成されたため、その分布にも大きな違いが見られる。0.8ケルビン以下の 3HE と 4HE の東量混合液体は2つの層に分かれ混合しない。これは 3HE はフェルミ粒子、4HE はボース粒子であり、異なった量子統計に従うからである。3HE-4HE 希釈冷凍法では、これらが混合しない性質を利用し、数ミリケルビンという極低温への冷却を行う。地球上には、痕跡量の 3HE しか存在しないが、宇宙人の構成成分として地球に降ってきたり、 見え水素の β 崩壊で生じることがある。しかし、恒星の中では 3HE は核融合により多量に作られる。月や小惑星のレゴリスのような地球外物質では太陽風にさらされることによって生じた 3HE が痕跡量存在する。ヘリウム3とヘリウム4の大気中の存在比率は 3HE、4HE イコール1.3716である。 ヘリウム2は、ヘリウムの仮想的な同位体で、計算上は、強い相互作用がもう2%大きかったら存在することができる。ヘリウム3の原子電子配置図。原子は2個の陽子、1個の中性子、2個の電子で構成される。陽子2個と中性子1個からなり、通常のヘリウム原子より軽い安定同位体である。地球大気中にはごく微量を含まれるが、 地球生成時に地球深部のマントルに取り込まれたため、地殻中よりもマントル中に多く存在する。ヘリウム4の原子電子配置図。原子は2個の陽子、2個の中性子、2個の電子で構成される。陽子2個と中性子2個からなり、魔法数にあたり安定同位体である。ビッグバン原子核合成によっても大量に生成された。 地殻岩石中の放射性元素の崩壊に伴うアルファ粒子の蓄積によっても生成されるため地殻中に多く存在する。日本では100%輸入に頼っている。放射年代測定の HE 法で鉱物中のヘリウム4を測定により地質環境の長期安定性を評価する上で重要となる断層の活動時期の推定や作白量に基づく 内陸部での流気速度の推定などに応用可能とされる。ヘリウムには安定同位体よりも質量の重いいくつかの同位体が存在するが、それらの半減期はすべて1秒以下である。ヘリウム5の原子電子配置図。原子は2個の陽子、3個の中性子、2個の電子で構成される。最も寿命の短い同位体は 5HE で。 その半減期は7.6022秒である。6HE は0.8秒の半減期で β 崩壊する。7HE は β 崩壊、γ 崩壊を起こす。8HE は最も研究が進んでいて、8HE と 6HE は 4HE 原子核が中性子波浪によって囲まれた構造をしていると考えられている。半ヘリウムは半陽子と 半中性子からなる原子であり、ヘリウムの半物質である。記号は HE と通常の HE に半物質であることを示す線を上に引く。半ヘリウムの同素体の原子核として 3HE と 4HE がそれぞれ合成されている。今のところ非電子が周りを回る、半原子と呼べる状態のものは合成されていない。ありがとうございます。